ノクさんこんにちは。ステーキングが順調に回り出して本当良かったですよね。まあ、ステーキングってのは私このカルダネーラを知った時からステーキングってのが年 9% ぐらいで利息みたいに入ってくるよって聞いてたんですけども、まあ、カルダネーラがねそうは聞いてても上場もなかなかしないし何なんだと思ってたんですよね。まあそう思っていたらある時、まあ、上場が完成してそれからですねビットコインをそのところは体のちょっと動きが遅いなと思ったんでビットコインでいろいろとね投資してたわけですけども、まあでもそうこうしてるうちに、体のも上場して順調に回り始めて、ああよかったなみたいな感覚になりましたね。いつだったかな、2017年に上場だったと思いますよね。その頃ね、まあ、ビットクラブだかなんだかを私も紹介されてそこにビットコインをちょっと入れてた覚えがありますね。それはまあパーになったわけですけどもパーになったわけですよ。くじけずにねまたビットコインの投資案件どんどんやってみて次々とパーになりましたね懐かしいな。まあでも体のがあったから果敢に挑めたってところもあるんですよ。やっぱり体のはなんかどっかでね上場して吹いてくれるだろうなっていう強い期待はありましたんでね、まあ依存せずとも期待しながらって感じでしたか。で体のは実際この2021年、だから結構時間かかりましたよね。私が知ってから6年ぐらいかかったんじゃないかなと思います。その間私はカルダノからの収益っていうのも全く取り出せてなくて、今でも取り出せてないですけどね、今でも全然利確してないんで、まあでもねやっぱりね何十万か数十万 A であるとステーキング報酬もドカッドカッとくるんで、今のカルダノ A の金額で